声楽祭は無事終了した。終わりよければ全てよしという。今となっては僕の芸術があわや学院壊滅の危機を招くところだった問題など忘れてもよかろう。いや、忘れるべきだ。声楽祭が終わってからというもの、クロエ君もチエル君もやれトラスレだやれノゾミンだと浮かれっぱなしでかなわん。昔はあんなにユニ先輩ユニ先輩と懐いていたのに、寂しいものだ。しのぶくんとはいずれまたゆるりと語り合いたいところだ。何？彼女とご尊夫は常に一緒なのか。さようか。あれもついてくるのか。